5番きれい元官僚元衆議院議員令和新選組幹事長高井隆史君。皆さんこんばんは。山本太郎総理大臣を誕生させるために令和新選組に入りました幹事長の高井隆史でございます。もうね、でもいつもこの話ばっかりしてるんで、たまには政策の話しろよって言われたんで、政策の話もしたいと思うんですが、でもね、もう14個あるんですよ緊急政策。もう全部いい政策ばっかりでもう選べないんですけど、まあ、一つだけ、じゃあもう時間ないんで一つだけ選びますよ。まあ今日はね、まあまあ涼しいですけど、昨日までめちゃくちゃ暑かったじゃないですか。でも皆さん、節電しろって政府からあるいは電力会社から言われてますけど、腹立ちません？怒った方がいいですよ。11年前にあの東電福島原発事故が起きて、もう日本で原発は動かせないんだと分かったじゃないですか。日本地震大国なんですから。東日本大震災の10倍の規模の南海トラフ地震が来るんですよ。30年以内に8割の確率で。原発こんなにたくさんあって無事なわけないじゃないですか。それ11年前から分かってたんですよ。11年間何やってたんですか、政府は、電力会社は。サボってたんですよ。再生可能エネルギーをどんどん増やせばいいのに本気になってないんですよ。なぜか原発を動かしたいからです。再生可能エネルギーがどんどん増えたら原発なんか動かさなくていいじゃんってなっちゃう。だけど経済産業省も電力会社もあるいはそのバックの大企業もみんな原発動かしたいんですよ、本音は。だから再生可能エネルギー本気でやってないんですよ。これ言うとね、ツイッターでね、陰謀論みたいなこと言いやがってって言われるんですけどね、陰謀論じゃ全然ないです。私3期10年衆議院議員をやって、散々国会で質問して経済産業省と戦ってきました。なんで再生可能エネルギーできないんだと、なんで本気でやらないんだと散々交渉してきましたけど、本当に本気で彼らはやる気ないんです。だから皆さん怒ってください。節電節電っていうだけの政府に。そしてまさにこのエネルギー問題、原発を止める、これは山本太郎のまさに政治の原点なんです。令和新選組の決闘の原点なんです。これ絶対にやらなきゃいけない。そのためにはでもやっぱり最終的には政権交代しなきゃダメなんですよ。やっぱり山本総理を誕生させないとダメなんですよ。無理だなんて思わないでくださいよ。過去に例がありますからね。最初4議席で始まった党が30議席になって総理になったという日本新党という党、何度も説明してますけど、今状況似てるんですよ。野党が分裂をしてこれから連立政権というのができます。その中で誰を、連立になった時に誰をトップにするかといったら、国民の人気がある、演説がうまい、そして党首討論で1対1で戦える、そういう人、野党の今のいますか？そんな国会議員他にいますか？いませんよ。山本太郎しかいない。これ国会議員がむしろみんな分かってるんです。隠れ太郎ファンがいっぱいいて今様子を見てます。でこの参議院選挙で令和が勝てば、2桁に乗れば、みんな雪崩を打って集まってくるんです。そしてそれを私高井隆史は国会議員になって幹事長としてこういう国会議員を集めたい。ぜひ皆さん、そのために何としてもこの東京選挙区は山本太郎、今ね本当に厳しいんですよ。維新がねどんどん迫ってきてるんです。彼らね知名度全くなかったでしょ。だけどそういう人ってだんだん後から伸びてきますから、本当にね皆さん危機感持ってください。維新なんかに負けるわけいきませんからね。必ず山本太郎を通し、そして我々令和新選組比例の候補もよろしくお願いします。頑張ります。